大討伐イベントが開催中です。参加して特別なメンバーの強化や装備の製作強化に必要なエリスを獲得しましょう。フリークエストは1日2回まで挑戦可能です。水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに編成、このズバ、この借りは高くつくわよ。慰謝料をもらうわよ。はっ、くらいなさい。申し訳ありません。ここまでです。一撃で仕留めてみせましょう。ひざまずきなさい。えい、異世界なんてあるんですね。おいしいかき氷が食べたいわね。ご褒美をあげるわ。さあ確保なさい。うわあ、待って。えい、お仕置きよ。えい、撃っていいですか。皆さんの期待に応えたいです。覚悟してください。授業料高くついたわね。悪い子にはお仕置きが必要ね。これがリッチーのゴッドブラー。ここまでのようね。ごめんなさい。へい、懺悔なさい。これで終わりにしましょう。手加減はしません。潮風が気持ちいいですね。この巣はフリークエストは1日2回まで挑戦可能です。メンバーのレベル強化に必要なパワーポーションを獲得しましょう。フリークエストは1日2回まで挑戦可能です。メンバーの限界突破に必要な魔道具を獲得し、この巣命乞いでもしてみたら。ご褒美をあげるわ。ビーチボールで遊びましょう。おいしいかき氷が食べたいわね。授業料高くついたわね。お仕置きよ。懺悔なさい。簡単です。大切な人を守りたいんです。メンバーの限界突破に必要な魔道具を獲得しましょう。メンバーの限界突破に必要な大討伐イベントが開催中です。参加して特別な報酬を獲得しましょう。この巣場お疲れ様でした。今回の報酬です。ありがとうございます。僕がクエストを達成することで困っている人が少しでも救われることを願っています。
素晴らしい心構えですね。あの人にも見習ってほしいものですが。俺はクエストなんか受けないぞ。そうは言ってもカズマ、そろそろ何かクエストを受けないと家計的にも厳しいですよ。確かにな、最近少しだらけすぎたかもしれない。だらけられる時にだらけて何が悪いんだ。ほら帰ろうぜ。そろそろシュワシュワの備蓄も底をつきそうなんですけど。またつけて飲んだのかこのダメ神。俺は知らないぞ、自分のつけは自分で。このスバ、敵を倒して討伐メダルを集めましょう。僕と来てくだされば高級シュワシュワくらいいつでもご馳走しますよ。この程度のクエスト、仲間の力を借りるまでもない。すぐ。このスバ、レマにお任せください。くたばりなさい。授業料高くついたわね。とや、授業料高くついたわね。レムがお守りします。精霊術とは興味深いです。このスバ、ようこそ冒険者ギルドへ。普段から軽装が好きなんだ。動きやすいからね。